IOC 国際オリンピック委員会の理事会でサッカーの7会場が承認され、2020年東京オリンピック・パラリンピックで使われるすべての競技会場が決定しました。すべての競技場が決定するということになるので、それをお願いしたいということを申し上げて、これも一応すべて了承をいただきました。2日、スイスのローザンヌで行われた IOC の理事会で、新国立競技場や横浜国際総合競技場などサッカーが行われる7つの会場が承認されました。これで東京オリンピック・パラリンピックで使われる43の競技会場すべてが決定しました。会場計画をめぐってはコスト削減の観点から見直しが行われ、その結果既存の施設が招致段階のおよそ4割から6割に増加し、施設整備費が2000億円以上削減されました。